だちご飯、和牛もいただきます。嬉しい、お腹空かせてきた甲斐がある。ゲストが大好物を一週間我慢して挑む。最高の料理をおもてなしするのは、食の達人、団中編集長、上野康生。今回のゲスト、しぶきじゅんが、一週間我慢した料理は。 パスタ出てきた料理に満足したら自腹でお支払いうん素晴らしいお味でうノックアウトですよねダチご飯和牛もいただきます4月8日月曜夜9時放送お支払いいただけますでしょうかお支払い